Wikipedia English writes about gray aliens as follows. Gray aliens, also referred to as alien grays, Roswell grays, and simply grays, are alleged extraterrestrial beings whose existence is discussed in ufological, paranormal, and new age communities and who are named for their unique skin color. 43% of all reported alien encounters in the United States describe gray aliens. Such claims vary in every respect, including the nature, origins, for example, extraterrestrials, extra-dimensionals, time travelers or machines, moral dispositions, intentions, and physical appearances of the encountered beings, though many of them nonetheless share some noticeable similarities. A composite description derived from this overlap would have grays as small-bodied beings with smooth gray-colored skin, enlarged hairless heads, and large black eyes. グレイ、あるいはグレイエイリアンといっても、いろいろなタイプのグレイがいるようです。まあ、その中でも、この今ご覧いただいている動画は、信憑性の高い動画ということになります。今日はこの動画の中に出ているグレイがどこから来たかについて考えてみたいと思います。で、私はこのグレイの目の周辺の暗さに着目してみました。目の周辺が異様に暗い、あるいは黒くなっているのがわかります。広し林、ハーママシティ、ジャパン。目の周辺が暗い、あるいは黒いのはですね、どうも光の光線の加減だけではないようです。今皆さんにご覧いただいているのはですね、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵画の中の人物です。これらの人物の顔、特に目の周辺に注意してください。必要以上にと言いますか、光の光線の加減だけでは説明できないほど目の周辺が暗い、あるいは黒くなっているのがわかります。その暗さ、黒さに注意してください。どうしてこのように目の周辺が黒いかということですけども、私の顔に着色してみました。まあ、普通このように見えるわけですけども、黒くしますとこのようになります。つまりこのように黒くなっているということです。で、もう一度グレーの、まあ、動画と見比べてみてください。左がダ・ヴィンチの絵の中に表現されている目の周辺です。そして右が KGB から漏れ出た、まあ、動画と言われていますけども、信憑性の高いグレーの動画です。で、光の加減だけではなくて目の周辺が黒くなっているのはわかります。左のダ・ヴィンチの絵についても同じことが言えます。一見光の加減によって目の周辺が暗くなっているように見えますが、どうもそれだけではないようですね。で、左の、まあ、ダ・ヴィンチの描いた絵と、そして右のグレーの目の周辺を比較してみてください。なぜか、なぜかということになります。ここが今日のポイントですから、もう一度皆さん自身の目でしっかりと確認してください。右の方は着色していません。オリジナルの写真のままです。で、ダ・ヴィンチといえば火星人ということになります。ダ・ヴィンチと火星人は
深く結びついていました。それについての動画は別のところで証明しましたので、ここではその先へもう一歩話を進めてみたいと思います。今右側にご覧いただいているのはですね、ダヴィンチなる画家が描いたスケッチ画と言われていますけども、このスケッチ側の向かって右にいるのが縦長超等人間、つまりイギギ火星人ということになります。そしてその左ににんまりと笑っているのが今から2000年前のイエスの実像ということになります。目の周辺が一様に暗い黒い点に注意してください。向かって一番右側のイギギ火星人の目の周辺もなんとなく暗い感じに表現されているのがわかりますが、なんといっても長い指がその特徴ということになります。つまりダヴィンチと火星人、そしてグレイがこのような形でつながっていきます。ダヴィンチとダヴィンチの描いた絵ですね、目の周辺が暗い黒いです。そしてグレーも目の周辺が黒いです。そして一番右が火星人マーシャンですね。となりますと中央のグレーも火星からやってきた人たちということになるのではないでしょうか。これがこの部分までの動画の結論ということになります。右側にいるのがイギギ火星から来た火星人ということになります。そして向かって左側にいるのがイエスキリストということになります。でこの火星人の顎の下を見ていただきたいんですけども、どうも生命維持装置のようなものをつけているということですね。そして異様に指が長いということです。左側のイエスと私が判断している人物も何かしら生命維持装置のようなものを首の下につけている感じがします。ともかくもこのような形でイギギつまり火星人とイエス、つまり1500年後のダヴィンチイエスということになりますけども、まあ、仲が良かったということになるわけですね。その関係を示すのがこの一枚の絵ということになります。今ご覧いただいているのはですね、生命維持装置のようなものということになります。そして向かって右側の人物がですね、縦長超等人間、つまりパラカス周辺で見つかっている縦長超等人間の頭蓋骨と骨格が一致している点にも注意してください。縦長超等人間は火星から来た人物と判断しています。ナスカのグランドクロスの縦線は正確にエリア51を示しています。エリア51です。11種ゲマトリアでは火星という意味になります。と同時にあの名画モナリザの背景には51つまり51つまり11種ゲマトリアによる火星という文字が隠し込まれていました。以上のことをつなぎ合わせて考えますと、ダヴィンチと火星人の関係は疑いようがないということになります。でもう一度結論を確認しておきます。レオナルド・ダヴィンチの描いた絵の中の人物はですね、目の周辺が黒い暗い人物が多いということです。そして右がグレーです。やはり目の周辺が黒い暗いということになります。こうして一致しています。そしてそのダヴィンチなる人物はですね、火星人と深い信仰で結ばれていたということになります。その証拠がこの絵画ということになります。こうして中央のイギギを中心として、そして目の黒さで左のダヴィンチの絵とつながり、そして右の火星人の、頭蓋骨とつながっていきます。こうして火星人火星人そしてダヴィンチとつながり、なぜではそのダヴィンチの描いた絵の人物がですね、目が黒い暗いかという理由もこれで説明できるということになるのではないでしょうか。つまりグレーはこう言いました。私はグレーです。私は火星から来ましたよと。だから地球に現れるグレーは地球の環境の中でも生活できるということにも
なるのではないでしょうか。最後に一言、左の絵画に表現された人物たちは1500年後のイエスが表現した、つまりはモディファイドハイブリッドヒューマノイドであったということになります。あるいはそのヒューマノイドを比喩的に表現したものであるということになります。そして中央のグレーは火星人との間に作られたいわゆるまあヒューマノイドということになるのではないでしょうか。目の黒さ、暗さという点で一致しています。そして一番向かって右側にいるのがイギギ、つまり火星人ということになり、その火星人とダヴィンチは仲が良かったということになります。右のですね、その絵がそれを証明しています。 Bye for now.